ハラマは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが1970年から1976年まで生産した、グランツーリスモである。名は、スペイン・マドリード郊外にある、ハラマサーキットに由来する。当初設計を担当したのはランボルギーニ・三浦に、続いて、ジャンパオロ・ダラーラであった。年間1000台規模の生産を予定しており、この時点では、 ボアファイメートルストローク六十二ミリメートルの V 型十二気筒三千九百二十九 c c の変バンクを利用し大量生産型ランボルギーニ用として開発されていたボアファイメートルストローク六十二ミリメートルの直列六気筒千九百六十五 c c ディチェシーエンジンを搭載する予定だった。ボディは単造鋼板を溶接して組み立てたセミモノコックで にプラスにながら、足元のスペースを切り詰めて、操縦席を前進させホイールベースを 2380mm に収めている。1968年4月にダラーラが退職し、設計は、次席チーフエンジニアだったパオロス・スタンツァーニが引き継ぎ、イスレロに代わるにプラス二の、クランツーリスモに位置付けを変更されて、V 型12気筒エンジン搭載となり、十分に熟成された。 車体のスタイリングについては、ミューラ、エスパーダと同様にベルトーネに委ねられ、チーフデザイナーのマルチェロ・ガンディーニが担当した。1970年3月のジュネーブショーにおいてデビューした。ミッドシップに座のミューラやカウンタックと比較すると地味で、あり、完全な4シーターのエスパーダほどのスペースはなく、ラインアップ上は中途半端なモデルのように思われたが、 実用的な2プラス2レイアウトを持ちながらに座席のライバルフェラーリ 365GTB4 の 2400mm よりもさらに短いホイールベースを活かして優れた操縦性を持ちサーキットでは時折三浦よりも良いタイムを出したまた静かで快適でありエアコンの機器も良く故障も少なく運転しやすく実用性を兼ね備えたスポーツカーであった ランボルギーニのテストドライバーだったボブ・ウォレースは、僕の最もお気に入りの車だ。あれこそ、本当のランボルギーニだったと語っている。GT 当初モデル。排気量は 3929cc で350馬力であったが、V 型12気筒エンジンの熱量に対して、冷却系統の対策が不十分であったと言われる。エスパーダシリーズ I と同じカンパニョーを アルミホイールが装着された。生産台数は176台。GTS ハラマ GTS 別名、ハラマ S 排気量は変えずに圧縮比を高めて365馬力を発生するようにエンジンが強化され、エンジンルームの冷却も見直された。エンジンフード上にエアインテーク、サイドフェンダー上にエアアウトレットが開けられた。エスパーダシリーズ2と同じアルミホイールが装着された。また、 エアコンディショナーの装備や、クライソラー製三足 AT も選択が可能となった。生産台数は152台。ハラマ RS と、イオテハラマ RS 別名、ハラマ、ラリー、RS ハラマ、ハラマコンペティショーネ、レーシングハラマ。1973年、テストドライバーのボブ・ウォレスは、ハラマ GTS のボディを軽量化し、エンジンと足回りをチューニングしたレース用車両を、 試作した。重心を中央に寄せるため、V12 エンジンはキャビン寄りに搭載され、軽量化のために、ボディのパネルにはアルミニウムが用いられた。前後のバンパーは外され、ヘッドライトは低い位置に収められ、フロントスポイラーが装着された。車内にはロールケージが張り巡らされている。ありがとうございます。